食べてはいけない病気になる食べ物で、血糖値を上げていけない理由、何十万年も人間っていうのはそういう風に体がなってないと。だから急激な血糖値の上昇、そしてインシュリンでダーンって、まあ、ジェットコースターのシステムは全く体備わってない。備わってないことを無理やりしてるとどうなりますか？壊れますよね。機械もね、人間も。そういうのはやめましょうってことです。加工食品などなんで食べてしまうのか、そして食べたらなんで病気になっちゃうのかっていう話をします。何年もかけて体調が悪くなるっていうのは因果関係が証明できてないんで、これ政府なんですよ。でもこれって毒なんで、ずっと毒が溜まってくんで、どん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 何年何十年かけて体調とか体が毒されて悪くなっていくわけですよ。で、この工業用にね、作られた製品とかっていうのは加工食品って言われてます。素材そのものがもう劣悪なんですよ。これをね、僕たちが何年も何十年も食べ続けると、体内に化学物質が入ると分解されないでそのまま蓄積されるんですね。だから体にはメリットないんですよ。じゃあなんでそういう生産者側が言うかというと、安い方が売れるからですよ。化学物質をめちゃめちゃ使ってる方が安く仕上げられるんですよ。だって1000円の弁当と500円の弁当だったら皆さんどっち買います？500円食べるでしょ？安いから。で、長期的な視点を持ってすれば、そのね、決してメリットでなくむしろデメリットじゃないですか。これを蓄積することで必ず病気になっちゃう500円の弁当と、1000円で今すぐしか食べられない、保存ができないけど、便利ではないけど体にいいもの、どっちを取りますかってことです。僕は外食行ったら食べないものがあります。それは何かっていうと、揚げ物は食べません。まあ僕は経営者なんで、まあセミナーやるとか情報交換するってことで経営者との会食とかありますよ。あとはクライアントさんのね、何かしらのセミナーとか講義あったらその後の懇親会ありますよ。ここでもいろいろ出てきます。でもちゃんと考えて、目で見たものを全てね、口に入れるんじゃなくて、あ、これは取っちゃダメだなって自分で判断できたら、外食行こうが何しようができるんですよ。でも皆さんで、みんなが食べてるからとか、ビデオ出てたら食べてもちょっといいみたいな感じで思うじゃないですか。それがね、不健康の始まりです。自分は健康でいたいんでしょ、長生きしたいでしょ。だったら人の真似しなくていいんじゃないですか。みんなが食べてるけど私はいりません。みんなが食べないもの、目指しとかね、イワシとかって、まあ、味気ないかもしれないですよ。でもホルモンまみれで育った牛さんの安いお肉を食べるよりは、まだ回遊魚の魚を食べた方がいい。そういう選択ができるわけですよ。居酒屋チェーンって言ってくださいよ。鶏の軟骨とか唐揚げとか揚げ物だけでどれぐらいの種類あります？いっぱいあるでしょ。しかもそれビールに合うとかお酒に合うって最初にみんな食べちゃうでしょ。パタ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 油も。これって消費者にとったら病気のリスクが上がるんですよ。ただお店側にとったら利便性で安く仕上げられるんで出したいんですよ。これをね、逆に安い油を使わないで本物志向の油を使うとか、農薬を使わない野菜を出すっていうと、店側にするとリスクが大きすぎるですね。なんでかというと、お店側ってやはり経営なので利益を残さないと人件費も出せないし、家賃の固定費も出せないし、仕入れコストも出せないじゃないですか。オーガニック無農薬っていうと高いし、あとは天候ですよね。竜巻とか大雨が降ったりすると天候にされやすくて、野菜ってすぐ値上がりするでしょ、ポンと。だからそういう本物のいい野菜を使うとか保存するとか提供するってものすごい労力とコストがかかるんですよ。だから店側としたらリスクとして扱わないですね。揚げ物は便利な調理法で、素材の質が若干落ちたとしても濃い味付けでビョンって揚げちゃうんでごまかせちゃうんですよ。そういうところに行く人ってなんかお酒が飲めてお腹を満たせばいいと思ってるじゃないですか。僕は唐揚げ用にこだわるっていう人僕見たことないですよ。だから揚げ物が多いんですよ。揚げ物の方が店側は簡単だし安いし、味が落ちてもごまかせるからなんですね。じゃあその油って何使ってるか、人体に有害で安価な油を使ってるんですよ。例えば油脂やトランス脂肪酸を大量に含むショートニング。ショートニング もう検索してみてくださいよ。毒とか人体に害しかないみたいなしか出ないんで。そして店側はこう安くしようと思えば思うほどどこまでも安くできるのが揚げ物料理なんですよ。だから店側っていうのはこぞって揚げ物を取り入れて出したがるんですね。だから皆さんね、もう揚げ物も調査が言うから一生食えないのかじゃなくて、今まで食べてた量を考えていただいて、それをまず減らすことからやってください。そして減らすことでやってるともう食べたいなって僕みたいに思わないんで、そしたら自然にそういうものじゃなくて体にいいものを食べた方が美味しいなって感じるようになります。今味が濃いものが好きとか油もんとか天ぷらが好きだっていう人っていうのは自分の味覚が麻痺してると思ってください。でもそれってデトックスと一緒で、ある程度避けていくと味覚も変わるし、短期のね断食とか中期の断食とか取り入れると、もう僕もねチョコレートとかもらったらちょっと食べますけど、いっぱい食べれるから食べれないんですよ。味覚を変わることによって今まで何にも考えなくて食べてたものっていうのを
を遮断できるようになるんですよ。それをするためにはやはり断食したりとか、自分からねちゃんと考えてものを食べるってことが大事になります。考えないで目の前にあるものを食べたりしてると、もうずっとお腹が満たされないっていう概念で食べちゃうんですよ。だから日本の問題点っていうのは、ディスプレイがめちゃめちゃ食欲をそそるっていう問題があるんですよ。ファミレスとか行っちゃうと、透明なケースの中にめちゃめちゃ精巧な美味しそうな作ってるじゃないですか。あれってもう世界的に見ても技術力半端じゃないんですよ。あれを見ると目から入る情報で人間って唾液が出るぐらいイメージ取れちゃうんですよ。じゃあ例えば僕がね、皆さんここにレモンがあります。これレモンです。これを生で食べてみてください。あー酸っぱい、ジュワーってきましたねーって僕はもう唾液出てるんですよ。イメージですよ、見てもないのに。それぐらい脳っていうのは錯覚するし、だからディスプレイとかそういうのって本当はね見てほしくないですよ。イタリア料理がちょっとね高いとこ行くと、食事のリストでそういう写真とか貼ってないじゃないですか。安い居酒屋チェーン店とか安いファミレスってもう写真ポンポンポン目で見て、これ食べたい食べたいってなるじゃないですか。で何にも考えずにそれを選択してる脳みそになっちゃってるんですね。そうじゃなくて、想像できて自分で判断できるようにしないといけないんですよ。例えば本を読む習慣の人っていうのは、活字からちゃんとイメージをして、まあ自分で想像力を膨らますわけですよ。そういうことで脳が活性化するので、単純に物事を浅いとこで判断しなくなりますよね。ちゃんとイメージをして、あ、これは僕に必要だ、不必要だ、あ、みんなが言ってても僕には必要だ、じゃあいらないとか、そういう判断ができるわけです。だから見たまんま何も考えずに目の前のものを食べちゃうとか、お菓子とかをやると何にも考えずにパソコンやりながらパクパク食べちゃうっていうのがダメってことですよ。口が寂しいからっていう言葉は何にも説得力がないです。何にも考えてないだけなんで。だからそういう風に居酒屋に行ったとしても、外食に行ったとしても、極度に体に悪いものは避けることができるんですよ。ちょっとそんなこと言っても食べてるじゃないですか。いや僕は食べたりすることはありますよ。ただ量が少ないし頻度が少ないですよ。そして唐揚げとかそういう本当にポテトチップス系あるじゃないですか。あれは本当に食べないです。ファストフードも食べないです。ハンバーガーも食べないし、ポテトフライも食べないですね。でそういうとこすら行かないです。まあスターバックスは避けたいんですけど、軍事企業の温床になるんで避けたいんですけど、やむを得く行かなきゃダメじゃないですか。でスターバックス入ってもなんとかフラペチーノとかわけわかんないクリームがいっぱい乗ってるものは食べないです。本当にもうコーヒーのみ、シロップ砂糖入れないです。もうそれだけです。だそういう感じで体に悪いものを分かると、で自分でねカットできるようになるんです。店側のほどってこう揚げ物を揚げちゃってるものに乗らなくていいんです。自分は消費者として自分の体を守るものとしてちゃんとこういう知識を得て、しっかり選択できるようになればいい。